久保さん。みんなの銀行ですね。僕も6月が、6月は、6月4日12、13、16、18、25入ってますね。今22万4005円です。はい。22万4005円。はい。ちょっとピント合わないですけど。も、ま、う、あ、これもね、もう僕もね、ちょいちょい入ってるんですよ。 まあそんな僕はね、60本ぐらい動画撮りましたね。またあの7月、今ちょっと自分の商品売ってるんで、また7月、またこれちょっとあの動画撮る撮ろうかなと思います。6まあ6月の結果みたいな。あ、みんなの、ちょうどね、みんなの銀行を始めて1年ぐらい経つんで、1年やったらどうなったみたいな。それ、そ,その動画を撮ろうかな。うん。そう。 もうちょっとで30万かなと。あ、と、なあと、あと70人ぐらいですか。はい。まあ、みんなの銀行もね、まだ紹介キャンペーンやってくれてるので、ありがたいですね。過去動画からですね。もう僕も最近はアップしてないんですけど、あの、入ってるんで、ありがたいですね。だからなんだろうな。うん。やっぱね、あの、まあ、久保さんも僕もそうなんですけど、ネットビジネスを、こう、情報ビジネスをね、マスターしていくと、 でもこれみんな、その、共通して言えるのは時間が増えるんですよ。要は時間が増えるネットの使い方。要はその資産になる。まあ動画とかも資産になるので、その過去の動画回るし、まあまもちろん回らないやつもありますよ。だけどそれを意図的にまあ自分のりに考えてやったりとかして、まあそれを作っとくと、ね、過去働い、過去労働したものが今も労働してくれるっていうね、すごくないですか。 だから、昔働いた時給またください。OK です。またもらいます。ネットの場合は。<laughs> だからね、これがね、僕はね、ネットのすげえメリット。要は時間を増やせるっていうね。普通時間を消費する、時間を使ってお金に変えていくわけじゃないですか。アルバイトして時給いくら。1時間そこで働いて終わりですよね。だけど、ネットでその資産を作ると、1時間働いた分が、 また一年後一時間になるんですよ。二年後一時間、また一時間みたいなね。いやもう過去に働いてるんだけど。そう。だからあの、久保さんの速回塾のコンテンツとか、まあ FX のあのコンテンツとかもそうだと思うんですけど、まあ一個動画作って講義作っちゃえば、それが先生になってくれるので、まぁ、あ、一回は労働しますよ。一回はこう喋ったりするんだけども、 ね、10人でも20人でも30人でも40人でも熟成さんが来ました。じゃあその動画を見せます。その動画が働いてくれるっていうね。自分の分身が働いてくれるっていう。これね、時間がね、増えるんですよ。すごい概念ですよね。だからネットっていうのは、まあこういうのをマスターすると自由になれるっていうね。だって時間が余るわけですから。普通の、普通は1時間働いていくらですよ。 ネットの場合は、働かなくても過去に作ったものがまた働いてくれるっていうね。わかります。<laughs> すごいですね。いってらっしゃい。